皆さんこんにちは。病院薬剤師ダマさんです。今回はセファゾリンの品薄に思う食い物にされる日本に巧妙あるのかと題してお話をさせていただきたいと思います。いや、こんな大それたテーマを扱うつもりはもともとなかったのですが、現場のやむにやまれる状況からアップすることを決断しました。 そうです。令和元年早々に頭の痛い難題が待ち構えているのですそれはセファゾリンナトリウム注射用日以降に炭を発した主要抗菌薬の品薄です。この件に関しては厚労省より異例の通知が出されご覧の 供給不足等によりセファゾリンを使用できない場合の代替薬リストが公開されていることは皆さんもご存知のことと思いますところが日医抗生以外のセファゾリン製剤代替薬リストに掲載されている抗菌薬までもが出荷調整となってしまいましたもはや 現時点でやれることといったらガイドラインを踏まえた術後感染予防抗菌薬の日数短縮供給数を踏まえた代替薬への変更このぐらいしか対策は思いつきませんこれで医師の理解協力は得られるのか代替薬までもが供給停止になったら AMR 対策が 台無しにならないかなど、記念材料はつきませんが、今やれることをやるしかありません。このような状況、セファゾリン以前から兆候あったといえます。マキシピーム、ファーストシン、アネメトロ、そして抗菌薬以外にも多数の薬が出荷調整となってきました。 昔はこれほど多かかったでしょうかいや年々増加している気がしてなりません私は以前メインブログの「病院薬剤師って素晴らしい」に「キムリアと命の価値と貿易戦争」という記事をアップしました。 記事の内容はご覧の通りです。キムリアンの登場でもわかるように、海外の製薬企業はターゲット層を富裕層にシフトチェンジしたに違いありません。ところが日本は富裕層ではなくても超高額薬を使ってくれる既得な国となっています。その保険制度の違いから海外に 大量の金が流出しようとしているのです。思えば今の日本は海外から寄ってたかって食い物にされているある意味貿易戦争を仕掛けられていると言ってもいいかもしれません海外製薬企業の商売たりというビジネス戦略のシフトチェンジその悪影響が こんなところにも現れています。そもそも、抗菌薬は薄利多倍のビジネスです。よって、自国以外が後回しになっても不思議はないのです。一方、日本の高発品推進の政策もあだになったかもしれません。今や、抗菌薬の大半は高発品に依存しています。 よって、今回のようなことが起こってしまうと、たちまち安定供給が維持できなくなってしまうからです。さらに、きついことを言いますと、日本は世界でも有数の不寛容な国と言われています。そして、何かが起こると、すぐ自己責任と主張する国です。この流れから、今後、 保険制度の解約に白車がかかるのではと懸念されるところです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。